生贄に捧げられる。儀式が始まってから7日間かけてクリフォトが降臨する。7つの階層、7つの門が徐々に開かれていく。そこにはクリフォトに対応する悪魔が10体点在している。階層が深くなればなるほど悪魔も強くなっていく。上の方の悪魔